はいこんにちは大竹誠です。<laughs> 今日は <laughs> 大丈夫ですか？大丈夫ですか？は,はいすみません、えー。ダメだよ。一 <laughs>、はい、月の二十日金曜日今日のパートナーはム井ゆウきです。はい私の横には文化放送アナウンサー鈴木純子です。 そして金曜日はムッツリスケベの森です。ポカポカスケベの江口です。どうぞおろくです。お願いします。なんか今日はポカポカとしてるからね。はいえ、赤柴です。久しぶりにー気持ちいいです。富見、うんまあの上では大寒なんですよね。うん、そうだよね。はい いやでもあれだよこの後またすごい寒い週末月曜日が一番寒くなるんでかなり強いじゃあもう家から出ない宣言しました子供かお前食べ物か猫かどっちかだね寒いよな寒いのしょうがないよねでもこんな風に寒いとね。 あったかいものが食べたくなったりするよねあいもの食べたいの昨日ざるそば食っちゃったあ寒いな冷たいほうですね食ってる途中でなんでざるそば食ってるのよく分かんないですんでざるにしたん酒飲んだ後とかは分かるけどそんな酒飲みと比較されてもな普通のあったかいそばも食べるんですよね食べるんだけどでもざるそばの美味しいですよね まさかそうなんだよ。あったかいそばよりね。僕もそうです。そう,そうなんだよ。はい、じゃあね、うん、結構ね締めとかはね、うん、ザルじゃなくてね、うん、梅雨のそばの方が。 ああ、スープまで飲めるっていうょうねだから、何、それを俺にそうしろって言うっていうか、つにしろって言っから。しかし、私が今感じたのは、あ大竹さん、昨日夕飯ざるそばなんだなって、私の方がいいもの食ったかもなってことしか考えおな食った私、昨日ずっと豊洲のお寿司屋さんで。 あの昼から飲みしてて、ふぐの皮の湯引きとか、カレーの揚げたのとか、そういうのをつまんで、カびなごの、きびなごの天ぷらとか、そういうのでね、ずっと酒飲んですか。 ですけどあとはしめ鯖のおしずしとか冷たいじゃないですか冷えた体を温泉でやってみるわけですもんねあよく考え、酒も冷たいよね練習なんだからオレンジだって風呂ぐらいあるわじゃあ温度では変わんないですねそうだよ寒いからよま。 40度から41度に設定を変えたよ、あ上あげました、そういえばですよ、その前、ロケで、竹雄って、佐賀の竹雄というところの、地元の佐賀県のそうういとにあるんだ。そこ、温泉が有名なんですけど、あったかいお湯が、暑いのが結構有名で、暑湯とぬる湯っていうのが用意されてまして。

栃木の、はい、あのなんて言うの道端にあるさ、公共の温泉に入ってて、それは暑い湯とぬるい湯だったの、だから私、暑、はい、いの暑すぎて入れないから、ぬるい方入ってたら、はい、結構前だよ、はい、おばあさんが来て。はいうん 違うそこを洗濯洗うとかだってっておかしいと思ったんだよ。ららだけど熱い方入れないんだもんね教えてもらってで洗濯されるよかったじゃ <laughs> あ、ね、ん、はい、あだけど熱い方のお湯が流れてきてそのも入濯ないと思っちゃっても、ね、触っていいですよか <laughs> <laughs> どういう意味だ、ちょっとなんか、ただなの、そういうわけじゃない、お金入れるところが、今、もうあれ、そういう、西畑にあるそういう、あるね、なんか箱根行ったするとあるよね、そういうなんかこう、温泉になっ洗濯湯に入ったんですねでも私、気にしないから、洗濯湯に入り続けて、暑いもん、れないもん、やっぱり、四十何度とかあったんあ苦手なんですね。 いや俺だってそうだよ、俺だってそうだけど、でもこのあたりはね、急にやっぱり寒くなってきて、結構寒いから、ずっと40度にしてたんだけど、41度に変えてみたんだね、そしたらやっぱりちょっと暑いなと思って、妙に暑いな、今日と思って、まあまあ、でも、この冬だったら、でも年寄りはねそうですね、急激にね、温気をつけないでしょ、気圧い所にストーブつけてる 見つけてない。脱衣所にストーブ置いた方がいいんだよ。結構死ぬ人多いんだよ。その寒暖差で。ヒートショックでね。あります知ってるよ。こんなこと。いやいや。百万遍言われてるよ。そんなこと。分かってます。はい。いきなり飛び込まないように。知ってます。足に追いかけて。知ってます。ええ、腰ま、腰に入るまで一回、で、ちょっと。 湯船に腰掛けて、それから徐々に入っていく、あー、年寄りくせえなと思いながら、私は、ーンと入ってましたからね、ザバーんっていきたいもんだね逆に暑い45度もそういう所作になりますよ、ゆっくり入っていきますよ、もう入れないんで、し痺れるいや、抜けると、動くと、いや、そうだで。動けないですよ、動く、ないや、本当そうですよ。 あのね波紋とかが、なんでだけど、それみんなで我慢してて入ってんの、ちょっと水足せばいいじゃん、いや、でもなんかそういうなんか、根性みたいなのを見せるんじゃないですか、地元の人とか年寄りはやっぱりすごいかね、入ってるかね、そうならしいですよ、だからその暑いところに普通に入って、慣れたみんな気持ちいいって言ってるて、あっちいって言って、うれしかったじゃあ、なんで水足さないの 頭にこう手ぬぐい抜けてたり昔したじゃん、あれなんで、あああれれ何れあの私昨日もそうしたけど、だってね、大きいタオルとちっちゃいタオルがくっついてきて、中にくと、ちっちゃいタオルは体も洗うのに使わなきゃいけないじゃん、だけどお風呂入るときに、ほら、体洗うところに置いておくと、他の人来たとき、まずいじゃん、だから手に持たなきゃいけないじゃん。 そうすると一番衛生的な置き場所ですよねあれタオルの置き場所だったの私はそうだと思ったけどえぇえそっかそっかそういう意味いい ねえ違うんじゃないの、えー、じゃあそこに置かなかったらその体を洗う用のタオルは、うん、大谷さ<っ>どこ湯船、えー、のちょっと横の<ー>とこ湯がみんなが入った湯が垂れてきてついちゃうじゃんだから置き場所はやばった <laughs> いやいやそうそうでも入ってるわけですから、ね、大丈夫

頭に乗せてみたいなイメージなんかそういうあったけど違うの違うのかなでじゃあ完全になんか倒るの置き場所ってちょっと合点がいかないんだけどなでもまあ言われてみれば、ね、そうね、うん、そうかすごい う,おうまい芋食っったとか言ってなかったあ<ー><何>すごいなんかね、うん、毎日毎日ね、朝はね、焼き芋を食べてるんだけどね、うん、いろんな品種、毎朝焼き芋食ってんだ、お前。だから、っ人ちゃんに買ってもらったオーブンが焼き芋作ると、本当に焼き芋、本格的に作った焼き芋みたいなの<ー>それはね、焼き芋がいいの、オーブンがいいの、どっちなんだよ。 両方、芋も、うん、あじゃあすっごくはまるとはまるから毎回いろんな芋を食べてる。あへえ、まあ,あそう。そしたらね、うん、うんとね、トロアマヒメとかっていう、うん、もうすごいお砂糖甘納豆みたいな。ええ<ー>、<ー>甘納豆？甘納豆みたいな。甘、ま、さ <laughs> トロ。今もう焼き芋ってスーパーとかで置いてあるあの品種なんだけど、はい、あん。 あ,のあれも甘いけど、うん、それより甘いええんでもかんでもちょっとそんな甘くなりすぎてねえのそれとろめちゃくちゃ甘いよお甘う何やそれなんかこうそのそのオーブンをか買えば思な、ま、ってことど,どっちんだ芋の種類も大事だし、うん、オーブンも大事なの、うんうん、ほんで焼き芋焼く時に、うん、あのー 皮が破裂しないように、最初、フォークでつぶつぶちょっと刺しとくじゃん、し<ー>たらもう、そこからあの蜜が出てくるくらい、うん、茶色い。蜜<が>うん,なんそれでなくても、なんか、近頃、なんか、甘い焼きもあちこち売ってるましたよな、ね、ままなんてのって。のこうホクホクっていう感じよりも、もうとろとろ系ですよね、うん、今ね、食感が。うんうん あれ品種あれ品種なんですね。うん。品種と、あと焼き方もあるけど、品種ほぼ。ホくホくしたのがいい人と、とろっとしたのがいい人とは、品種を分けたほうがいいあ、そうなんですね。でもね、ホくホくしてるのはね、天ぷらとか作るとそっちの方がおいしい。ああ、そっか。調理方法にも違うんですね。なんか、昔はね、焼き芋屋さんがね、町をね、 歩いてて、ねうん、で俺の子供小さい時は焼き芋さんの焼き芋屋さんの売りに来るとそれ買って結構量もあって美味しかったのよでそれずいぶん年取ってから焼き芋さんいるんだけどなんか焼き芋さんの焼き芋1本が結構高くなったのとかするね高くなったよね<う>高いよスーパーで売ってる焼き芋のが安いよ、うんうん 生だから違うよかないやいやそうですねスーパーの焼き芋焼いて売ってる焼いて売ってるって200円おいしいのでもそっちのが安いよね安いです安いですで美味しいですからねでも何でもかんでもちょっとなまあ文句はないけど甘くしすぎだよなあまああんまりあんまり文句の言う筋合いはないなけりいいのかっていう話でもんかどこまでも甘いの 全部スーパー3軒ぐらい、暇だからさ、うん、スーパー3軒ぐらい行って、一番甘いリンゴとか探そうとしたらね、うん、糖度って書いてあるとか、あ糖度があるからな,近な、でも糖度とかも昔表記なかったですよね、うん、その果物のかに、うん、糖度の表記ってリンゴだって、はい、あれだよ、買って家か、うちに帰ってきて、割って、うわ、すっげえ蜜入ってるとか。 蜜、ね、の層がこんなになってるとか、えー、今は多分その前にセンサーかなんか調べて書いてあるから、糖度10度のリンゴと、糖度13度のリンゴって言ったら、全然違うよ、うんうん、あの、ね、なんか、売ってるリンゴもあんまり外れがないよね、今ですね。 昔は外れた大根か大根か分かんないんだけど、大根っていったのか、俺はみたいな、そんなのあったよな、でも甘くない果物は、あそこでよく出会うことができません、バイキングとか。 朝食バイキングとかで食べ放題のフルーツって甘くないでメロンとか全部あそこに行って大根のはメロンあれはあれで楽しいですねほ失礼だろお前あそこの甘く甘くないぞみたいな焼肉食べ放題のフルーツとかああいうところに行きますよね値段とやってる店と値段でも全部違うじゃないですか いやでも恋愛と一緒で甘ければいいってもんじゃない,い,いと思いますけどね、僕は。い,いいこと言ったつもりになっ,って、うん、甘酸っぱい方が良かったりる、うん、この話の最後、ででこの話の最後な、なうまく締めたつもり、気持ちにないいりたいよ甘い恋愛ってうう。うんうん それはまあ、ご想像にお任せしますけど甘 <laughs> い恋愛ってどういうのいやだから、まあねあの、あなた好きよ、私も好きよ、<laughs> えー、ちゅチュゅっチュ <laughs> ばっかりじゃつまらなくないですかっていうことですよ、なんかちょっと障害があったりとか、<laughs> ね、なんかそういう。 壁ががある方刺したり刺されたり、それそはちょっと甘く、はじきますよね、ちょっと甘くしてください、苦すぎ辛みがすぎま室井の発言も、今、その発言、ちょっと危険な時期的にちょっと危険な感じがそこまでいかなくてもいいですけどね、ちょっとね、うまくいかない方うが、そうじゃないですか。 まあいやだからやっぱどこまでかかかんないんだよね、うんはい、私がだからその私の甘酸っぱい思い出ってさ。 本当に酸っぱいところ酸っぱいからさ<ー>だってお前が死ぬか俺が死ぬかって言われたんだよなぜ <laughs> 2>, 2択しかないのこれから続けるならお前が死ぬか俺が死ぬかって <laughs>、うんうん、まあ、うん、これだいぶギターですねすいだいぶ苦みが強いあれですけどね、うん、それを苦、うん、い恋愛とかっていうのの範疇に入れない<笑><笑>それはもう崖っぷちの恋愛だか酸っぱい恋愛に入ってないからそれう <laughs> そうなんだそうですね 廃棄されちゃうぐらいのやつではい。そのちょっと手前ぐらいがいい手前ぐらいが一番欲しいかもしれませんね何言ってんだかな分かってるのかな江口はいろんなことがどうなんだろうなまあ僕が思うに比較してないと今の奥さんのことしか知らないんでちょっと知らなすぎますねそれなりには練習してきます何かあったらそれだけいいやそれだけって言われたら俺もちょっとね「それないよ」って言いたくなりますよ なぜ頭にタオルを乗せてるかってことを解決してからしゃべろういえっと鈴木さん、昨日のさ、直木賞と芥川賞を関口さんっていう人が予想してくれたんだけど、どうなったはい 第168回芥川賞直木賞、発表されまして、関口康彦さんが昨日予想されていた本命が、お二人とも的中しました、芥川賞は関口さん本命でした、佐藤淳さん、荒地の家族、そしてお二方ずつだったんですよね、井戸川い子さんのこの世の喜びを、そして直木賞が、 えー、関口さん本命の小川聡さん。 と拳そして千早茜さんの「白金の葉」とこの4名に決まりましただから本命は2つとも当てたんだよなだけど対抗は2つとも当たってないんだよねそうですね本命は当てたとまあまあ関口さんにしてみればちょっと次来る時は鼻高々な感じでもすごくい単勝で買ってたらすごいそうですねでもなんだっけ地図と拳って700ページじゃすごいやつなんだ 六百ページ超えるっていう。ものすごいこんな厚いやつ。うんでもどんどん読み進めるっていうかどうしようちょっとどうしようかなっていうまあ悩んでるんだけどね。満州を舞台にしたね歴史フィクションとおっしゃってました。え森なんかお前なんかニュートンっていう雑誌がいつも買ってる雑誌なの？いやだからいつもっていうかあの新幹線乗る時にちょっと長い時間あるんでなんかこう本屋さんでちょっと一冊とか書かないじゃないですか。でいつも気になってるのがあのニュートンっていうあの科学雑誌あるじゃないですか。一応宇宙に興味があるんで。 買いたいなと思うけど、ちょっと手が届かない敷ら、が高いですこのまま勇気出して買ったんですよ、買って、座って、前の網棚に入れて、よしって言って、ちょっとじゃ心の準備してとか言って、ちょっと丁寧に読みたいと思って、一回スマホでちょっといつも通りやったりしてて、だから気づいたら、ずっとスマホを握ったまま寝てて、起きたら、起きたらスマホ見てることに気づかのもう到着しちゃったんで。 読んでねえじゃないで物を読まずに網田に置いたものは忘れちゃった忘れいちゃって。せっかくこういう本の話が出たから、お前がそんなこと言うから、中のみ話になるのかなと思ったら、み何を忘れてたその時に、僕はずっとスマホいじってたんですよね、そのにそにニュートンのその日、その月の特集が、スマホは人間にとって善か悪かって書いてあったんですよ。完全に僕は 悪な僕にとってスマホ読んでたから読めなかったんでニュートンすげえニュートンはそういうことだって読んでないけど読んでないけど悪でしたあのね一生懸命読む気持ちはあるんだけど本に拒否られるってことあるよありますか 3ページぐらい進めると眠くなっちゃって、でまた頭に残ってないから、また1からでずっと進まないって、10ページぐらいから、なんか持ってるだけでなんか賢くなった気がするから、ずっと持ってるけど、読んでない本、いっぱいありますもんね。な俺も若い頃読めもしない本持ち歩いてた記憶がある。

ドヒなんとか、なんとかっていう。なんだよそれ。名前ですか。名前。したらもう、けいちゃんとか、りゅうちゃんとか、自分で。あだ、あだ名みたいにつけて、その通りに読めば。なるほど。変わったんですか。世界から変わる。俺ら、覚えられない。うん。うん。そう、本当か。ケイちゃんは覚えられなさ。そんな気持ちますけどね。ありますね。まあね。いや、本当に。 読まなくちゃね、いやそうです。読めないもんだよねはい。一応落とし物のところに行って行ったら次の日にならないとどうかにつって日帰りだったんで雑誌もう一回買えばいいじゃないいやでももう次の月になっててもうそれあれなんですよもう次のここになってる鬼畜な稼いでるいやいやそんな着払いだと同じ雑誌の値段になるんですもんそれだったら買った方がいいかなと思いますねはい そんなんで、はい、この後はドブロックはついに行ってくださいはい、はい、すいませんご準備お願いしますはいす、はい、鈴木さんお願いしますはい、今日のニュースまず読売新聞からですうん。コロナ8波119番疲弊とあります、うん、搬送困難4週連続最多を更新していますうん。えー、15日までの1週間に全国でえき、ー、救急 搬送困難事案が 8, 件を超えたとということですね新型コロナの感染拡大による病床逼迫が背景にあるとみられるということですがコロナの疑いがあったケースは29%にとどまっていてコロナ患者だけでなく他の病気や事故の患者の受け入れ先も見つかりにくくなっているということです。はい、続いて朝日新聞の一面から 政府は昨日岸田総理が打ち出した異次元の少子化対策を議論する関係府省会議の初会合を開きましたえ児童手当総理が急遽格上げという見出しです三、えー、本柱の中では児童手当などの経済支援学童や病児保育を含めた幼児保育サービスの拡充、うん、そして3つ目が育児休業強化や働き方改革 この3つの論点を検討して、3月末までに政策のたたき台を作るということですが、えー、<ん>財源はまだ見えていないと,いうことですだからじゃどっちかって、こっちから先になされないとあのうちらの国、超少子高齢化なんだから、なんで防衛費の次にされたのか、こういうことがよくわからない、早くやってほしい。 まあね防衛費のほうもね、アメリカ行って約束したらしいけどもね、ね<え>してきたらしいけど、そっちの防衛の方の予算もまだ、まあ、定かではないよね。うん、岸田さんがポケットマネー使ったりするわけない、ね、そ,そんなんじゃ足りないと思うけどね。そして3つ目ですえ、細田議長、短時間非公開で答える、うんうん、旧統一教会やセクハラ疑惑とあります。うん、衆議議院の細田之議長は昨日 旧統一教会・世界平和統一家庭連合との関係やセクハラ疑惑について、非公開の懇談形式で短時間、野党の質問に答える意向を示したということです。これに対して武田砂鉄さんは、非公開で短時間、ツイッターで書いてるんですけど、何も問題ないなら、開かれた場所で時間をかけて説明すればいいと。 だって野党の質問に答えるってことは、国民の疑問に答えるって、疑問に答えるってことでもあるから、なんで非公開なら、意味ないじゃん。佐藤、はい、さ,さんは非公開で短時間じゃなくて、長時間で公開にしろって、当たり前だって、えー、言ってたね野党側も公開の場で説明を責任を果たすよう求めており、不十分だと反発しています、与野党で引き続き対応を協議することになりました。 それから見出しだけですが、うんうん、あの定番商品も次の値上げは2月に集中、なぜ、うんうん、毎日新聞のウェブ版です、2>, うん、2月にまた値上げが来るんですね、うん、マクドナルドは3度目の値上げ、定番商品も追い詰められております、食品、菓子、飲料、外食産業など、え2月になぜ、またピークが来るのかというのは。 年末年始、小売店にとって書き入れ時でメーカー側がこの時期に値上げが被るのを避けたことが背景にありそうだということです。うん、前回の値上げが、ね、ピークが10月でしたから、うん、10月の次、年末を避けて今度2月ということです、はいね、だからそれを避けた商品がまた値上げ,、うん、値上げをして、うん、この3月、4月から新しく値上げ商品が出てくる。マックもそそれと同じ時期にそう、はい 値上げするんだと,と。値上げされるということだね。はい。二<ー>月四千品目を超える、うんえー、値上げが予定されているということです。はい。えそして。うん 共同通信からですが台湾は、えー、20日までに同性婚に関する従来の解釈を変更し台湾人の婚姻相手の国、地域が同性婚を認めていない場合も婚姻届を受理するとし、うん、全土の県と市に通知したということです。うん あこれに関して、なんかあのマイノリティの意見に関して、いいこと言ってた人いたね、なんか。 いいつまで経ってもマイノリティななわけじゃない石川大我参議院議員の、はいえー、コメントなんですけれども同性婚を認めるのに世論の支持が必要だと言われることがあるが、うん、世論の支援は必要だが、うん、マイノリティの人権を認めるときに多数派の賛同を必要とすると、うん、多数派に承認されない限りマイノリティの人権は成立しないという。 危険な論理に陥りかねないとっていうか。だって、個人の意識で結婚して、気持ちで結婚したいわけだから。うんうん、個人同士の相手と。うんうん、だから、別に世の賛同なんていらなくていいで。いや、うん、いやいや、それは、その国の政策としてなった時に、うん、国がそういうことを認めるかどうかっていう時は、なんかこう。 多数決の意見の中にそれちゃんと入っていかなきゃいけないわけじゃ、うんそもそも個人でやる分にはそそそうだけど、うん、そもそもそういうふうなことっていうのは何、うん、ていうの多数決で決まることじゃないからいやそうだけど、うん、でもそれとして認めるか認めないかっていうことはでしょいやだから村井の言うの分かるよ、うん ただ、あれだよね、この多数決だけが民主主義じゃないからね、うん、あのいろんな意見があって、うん、マイノリティの意見をどこまで取り込んでいくかっていうのも、うん、こう民主主義の、そういう話だからね、うんまあ、だから、まあ、この人はだから、マイノリティの意見がこう、意外と公でこう、大手を振って歩けることが少ないっていうふうに言ってるわけで、はい、だからその辺に行くと、台湾なんかは。 結構こういうことがどんどんって進んでいくのはすごいっていうかね、うん、ああそういう感じだよねはい、はい、最初に戻りますかコロナ8波で119番が疲弊しております、うん、え4週連続で搬送困難事案が過去最多を更新しました、うん、えコロナ患者以外の受け入れにも影響が出ております、うん 例えば名古屋市では自宅で転倒して身動きが取れなくなった70歳代の男性が119番したんですけれども搬送先が見つかるまで1時間40分を要したということです千葉市でも骨折した疑いのある90代女性の受け入れ先が9時間近く見つからなかったとコロナ以外でもこういった搬送困難事案が。 多分新幹線の乗客とかもすごい増えてきてるし、うんうん、あとはあの外国人観光客が結構増えてきてる、はい、人戻ってきてるよねつい何日か前にお伝えした記事は、うんあの、救急車の運転してる人が17時間連続で運転して、うんはい、その最後、事故ったと。あそうでですね島市の国道 救急車がフェンスに衝突して大手するとう、うんうんね、そうなってんだったら、うん、足りない人員補強するとかできないのいつ、まあまあ、も言うようだけど、うん、もうこれを、まあ、今、2類から5類っていう話にも出てきてるんだけど、倉持先生なんかのおっしゃるところでは、うん、あの早期発見。 早期隔離、早期治療、これがちゃんと現場でできるかできないかだっていうふうにおっしゃってて、私もその通りだと思うんだけど、ただ、このインフルエンザもね、今流行ってきて、鈴子のはのクラスが今日学級閉鎖になって、インフルエンザのお子さんが多いそうですけれども、 まあね、同時流行はしづらいっていう話も出てるんだけど、うん、でも、現実にインフルエンザで学級閉鎖が起こってると、うんうん、でコロナの方もこうも、うん、感染者数は減ってはいるんですがお年寄りを中心に、うん、あの死亡なくなる方は、うん、あの前とあまり変わらずっていう。 まあ日によってはずいぶんね、違いはあるけどっていう現実があって、森永さんはそういうところはもうちょっとしっかりね、年寄りは切り捨てないでっていうふうな意見なんだけども、それを2類から5類にっていう話が出てて、はい、そう、ですね今日関係閣僚と協議して、今年の春の移行を見据えて、具体的な検討を支持するということですね、はい いやいやいや、まあそのなんか治療費とかいろんなことがね、うんうん、あのうるからゴルになったら問題になると思うよ。高くなっちゃうの？うん いや高くなるっていうか、国がもう払わなくなっちゃうから今のところ、経過措置で公費ーー負担継続かということですけれども、うん、その辺もまだはっきりしていままあね、た、ま、そこはね、国もねあの、かかるお金に関しては、多分二類から五類にしても、なだらかにね、公費を使っていったりするとは思うんだよ。ただ、その二類から五類みたいなことと、ま、それプラス、今、マスクをどうするんだみたいな。うん マスクした方がいいでしょうえー、河野さんだっけ、うん、大臣の河野さんは、登庁するとき、マスクなしという姿で登庁してきたっていうような話題になってるね。だってでも、そうなんですけどね、だから、マスクって自分のためだけじゃなくて、周りの人に感染させないためだったりもするでしょ。うんはい もちろん室井乳もも最もだけど、片一方の意見では、もう3年経ってると、入学した子供がが、中学生が3年経てば卒業しちゃうわけだ、その間ずっとマスクをつけてるだとか、それからなんかこう、リモートばっかしになって、リモートもなんかこう、なんかやっぱりあの粒子の粗さが、ちゃんと相手の表情まで読み取れないんじゃないかとか、いろんなことを言われてるじゃない。 だから、あと経済をどうしても回さなくちゃいけないっていう意見があって、うんうん、ただ、あの、村井の言うことも尊重するし、何よりも、まあ、現場のお医者さんが、うん、今のこの状態で、現場はもう大変なことになってる。うん、まあ、さっきの救急車もそうだし、うん、こう、いろんな現場がすごいことになってるのに、世間とか、うん、あの政府の方は、うん、もうそろそろいいんじゃないかって動きが出てきてると、うん、現場をちゃんと。 なんか医療のシステムがね、しっかり回るって形を取らないと、うんうん、今だって別にね、まあまあ、いつも言うけど、感染した人にどうしたって言ったら、うちにいて、自分で治しましたみたいな、ばっかりだからね、うん、本当に大事なことって、うん、もうそろそろって言うけど。うんうんうん それってもう長いこと我慢してたんだからっていうのはおかしいよね,、うんうん、ね現実、大事なのは現実で感染を膨らまさないことだかね、うん、そ,うそうそうそう、医学的な、ね、立場からとかそういうところから見た方法論の方をやっぱし大事にしなくちゃいけないなと思うけども、うんうん、まあ、どっちの方に転んでいくのかね、うん、なるべく現場がもう大変なことにならずにいってほしいなと。うん、ね あのかかっかかった人ものなんかこう公平にみんなが見られるまあおとしゅりだからとか言うんじゃなくて、うんうん、ちゃんと見てほしいというふうに思うよね、はい、さあ今日も始めましょう、はい、大竹まことホールデンラジオはい改めましてこんにちは大竹まことです今日のパートナーは室井ゆずきです室井さん今日のメニューの方お願いします、うん、はい。 ご紹介いたしますこの後は「大竹の言いたい放題」皆さんのツイッターのつぶやきを紹介します、うん、1>, 1時40分過ぎは「大竹のもっと言いたい放題」金曜レギュラー今週はドブロックスタジオでとても素敵な歌を披露してくれます2時の時報の後はザ「ザゴールデンヒストリー」毎週金曜はリスナーの皆さんのヒストリーをご紹介します2時25分過ぎは「大竹メインディッシュ」 ゲストは著書「世界インフレの謎が話題」経済学者の渡辺勉さんです3時7分過ぎは大竹新志向誘録毎週金曜日は経済学者の金子雅さんが登場ですそして本日もメー,ルをメールを募集しています今日のテーマは「えー、今はもう亡くなってしまったあれ」「今はもう亡くなってしまったあれ」 宛先えー、と例えばですね閉店してしまった喫茶店廃刊になってしまった雑誌廃校になってしまった学校近所にあった銭湯駄菓子屋公衆電話ポケベル昔やっていたテレビ番組ラジオ番組何でも結構ですメールファックスで教えてください宛先はこちらですメールアドレスゴールデンアットマーク JOQR.net ゴールデンアットマーク、j o q r n e t パックス暗号東京1 1、東京03-5403-1151東京03-5403-1151抽選で毎日1名様に番組ノビルティハリコのまこちゃんプレゼント当選者はエンディングで発表しますさらに番組中大竹さんと私がこれはと思うをよりメッセージの方に ププレレミアムハリののののまこちゃんをその都度プレゼントしますこの後は大竹の言いたいた放題で送。大竹の言いたい放題。 文化放送大竹まことゴールデンラジオツイッターのつぶやきです<う>オープニングで話題になりました入浴中頭にタオルを乗せるのはなぜか、うん、来てます全、うん、友連時々運二連さん、うん、俺もちゃんと湯船浸かる時には、うん、冷水で締めたタオルを頭上に乗せますそれは、うん のぼせないためにですよって冷たいの、頭を置くと、のぼせづらくなるんだタオルの置き場は、頭じゃありませあそう。MA1134 ワークさんも、入浴中、頭にタオル、のぼせないためにタオル載せると思ってましたって、そっちかもよ、そっちか。 焼き芋に関してですねラブビアーさんスーパーの焼き芋機が増えてから軽トラの焼き芋屋さん見なくなったなそうかそういうことかスーパーであったかいの買えるんですもんねいや、スーパーで焼き芋始めたかなるほどね美味しいんだよ結構ね、ももさんもいろんな種類のお芋を食べ過ぎてどれが一番だったのか覚えてないって。それぐらいいろいろありますよねすっごいいろいろある ジムニー2 3さんは、うんうん、なんだよ、室井さん、プンスカプンスカそんないいものばっかり食べてるから、美人なんだよって感じ、<laughs> ありがとうございます、<前>気づいてしまわれましたか。<な> <laughs> お前、こういうのに、すぐ、本当に、さっと乗るところが、君の笑だ、ね。いやいやの笑顔でね。満面の笑顔で。そんなことありませんよって、いかないんだよね。うはい、そうですか。<laughs> 気づいて。気づいてしまいましたか <laughs> <laughs>、はい。え、皆さんから、ツイッターのメッセージ、まだまだお待ちしています。はい、ハッシュタグ、ゴールデンラジオをつけて、つぶやいてください。そして、今日のメッセージテーマは、今はもう、なくなってしまった、あれです。メールは、ゴールデンアットマーク、j o q r ーキュドットネットで、お待ちしています。 大竹のもっと言いたい放題。今週はドブロックのお二人にスタジオでネタを披露していただきます。はい、お願いします。えー、よいこロリスナーのみんな、こんにちは。こんにちは。はい、いいこだ。はい、ということで、はい、えー、今日はですね。 えー、そリスナーの,その、ね、いい子、えー、子どもたちのために曲を歌いたいなと思いましてこれだから聴ああ、ね、いてるみんなも一緒に歌ってくれたら嬉しいなと思います歌ってくれると、うん、歌のお兄さんすごく嬉しいですじゃあ一緒に歌ってくれしりとりの歌だよいくよー、うん、よし 歌ってね「こぶた」「たぬき」「きつめねずみ」「みるくくるみ」「みんちしんこ」「こじか」「か」「カラス」「す」「すずめめ」「めだま」「だまんぽぽ」「とんぼっぽ」 「ち」チン「ちんこ」「小鳥リンパンパンチち」チ「ちんこ」e <ー>「こえビびン,ンタたらい」「いちもつ」「ちんこ」「つみぎ」「き」「キャんたマま」 ちちんここだまままちちちんここかんう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 ん 同じ言葉出てきたら終わるんだから私つらい過去思い出しちゃった息子をその幼稚園の塾小学校さしりつから入れようと思っていったらクビになっちゃったんだけどやめてくれって言われてチンコって絶対しりとりで回ってきたら言うわけよ毛が回ってきても毛の生えたチンコってらほんでやめてくれその手があったその手がありましたね チンコっでも、うんじゃないよ、チンチンだったらだめだけど、ねで一緒に親だから見てるじゃん、あの OK なんで進めてくださいって言ったら、周り、ーンってなっちゃって、呼び出されて、もうやめてくださいって言われたいやすません、そんな過去があると思わなかったから、もう切なくなっはこの前は、なんで息子はそのチンコってことを知ってたの 知らない、チンコしか言わない時期があっみんな教育は全然関係なかったみんな教育の中にそんなことばがあったんじゃないかな。でも大竹さん、チンコって2回入れちゃだめだったけど、チンコと毛の生えたチンコは違うから OK。でも、チンコだけに何回入れても OK っていうね。 ああ、はい、マジカルワードだねと <laughs> んでもないな、ね、ジョーカーみたいなことばだと <laughs> いうことだよね。よ はい覚えなくていいからね、全国の子供に言っとかないと、また全国の子供がみんなどっかの試験受けて、みんな怒っこちちゃうだからね、ははいいいありがとうござましたツイッターのつぶやきもたくさん届いていまして、岩子バー肉球神道の王ーさんですね、どうしようもないね、この人たちの歌、ジムニー23さん、これは流行る、確信。 <laughs> 流行りそうなのあったよね。

言葉にあの奥深い怒りを感じるま感じました。いやねこれまた娘が聞くことになると思うのでね。カトリム子ちゃん小学生には受けるなって書いてありますけどね。受けですかね。はい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 。どだけ聞いてはい。そうですね。やっていきます。はい。はい。はい。体操服と赤白帽でありがとうございました。はい。 来週のこの時間はジャーナリストの青木治さんそして来週月曜日は月曜レギュラー経済アナリスト森永卓郎さん登場です以上大竹のもっと言いたい放題でしたありがとうございましたありがとうございました,ました大竹さん何曜日のパートナーが一番好きもちろん金曜日ですどこか？水曜日 <laughs> 室井ゆずきと金曜日大竹誠ゴールデンラジオ 外出先や移動中でもスマートフォンのラジコで楽しめる文化放送大竹まことゴールデンラジオ今日のメッセージテーマは今はもうなくなってしまったあれです、えー、こちらさよなら行きのバスさん59歳埼玉県深谷市の方です今はもうなくっってしまったのはレーザーザディスクですうちにはまだ10枚以上のディスクがありますがプレイヤーが動きません いい思い出せない映画とか、はい、やはりが減らないと売り出しましたがレコードより早く消えてしまいましたね、うん、大きな銀色のリスクをたまに眺めてはどうするんだこれと思っています、うん、確かにね猫をたくさん持ってたなあ大阪のユキさん六十一歳の方今は何の気なしに自動改札でピッと IC カードを当てますが、うんうん 私が通勤していたおよそ40年前くらいは紙の定期券と切符を駅から出るときに定期券は店、うん、切符は手渡しで渡してました、はい、あの頃の駅員さんの動体視力はすごいですよね <laughs>、うん、瞬時に見分けるんですからちちっっゃい子切ててたたよよ、よそうですよ切ってましたよね、うん、定期はでも瞬時に見てましたね <laughs>、うん <laughs> 全体の挙動とかそういううことも見てるからなそ,うそうですよね、うん、雰囲気ですかね、うんうん、はい今は自動改札機が判断するどちらがすごいのかなっていただきましたえ熊本県の嬉し涙じゃじゃ丸さんは今はもうなくなってしまったあれ、うん、昔は百貨店やスーパーのセールの日にはアドバルーンが上がっていましたよねた上がってたアドバルーン、うん 当時子供だった僕は空に浮かぶアドバルーンを見つけると嬉しくてワクワクしていました私もそうだった俺も同じはい、はい、私も見てました、うん、最近めっきり見かけなくなりましたね大竹さんの誕生日5月22日に番組でアドバルーンあげましょうよってアドバルーンって今やってるどううんだろうな なんか見たようなでもこ,ここのビルだ高すぎて上見えないんじゃないのそうだよ、ねうん、ここにどうやってあげたらいいの上から下に下ろす感じな、うん下ろしてどうする <laughs> 下ろしちゃったらちょっとねダメだろ下ろしちゃダメす、はい、ねえフ、ー、ァムさんは西東京市の方今はもうなくなってしまったあれ えー、明らかに体力です、うん、学生の頃は体育会系のテニス部で朝の7時半から、うん、まず部室から離れた場所にある市営テニスコートまで1キロのランニングしてから部活開始っていうのを毎日やってて 2>、うんうんうん、1 2キロ走ることなど何でもない体力がありました変わるんだよ,だよ私だってさカルビ、うん、焼き肉行ってすごい食べたいのにいっぱい食べれないもん、うん、そういう変化だったってことね <laughs> はい 走る話じゃないのかよ違うそれも体力なんですかね胃が、うん、弱ってるってことじゃないの老化して胃の元気がねはい今はもうなくなってしまったあれメールファックスまだまだお待ちしています時刻まもなく2時です大竹発見伝 ゴールデンヒストリー日々黄金の歴史あり「ザ・ゴールデンヒストリー」毎週金曜日は「あなたのヒストリー」と題しリスナーの皆さんのメッセージを紹介していきますまずは大竹さんからお願いします大竹さんからメッセージはい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 ごめんなさい、はい えーと埼玉県川口市ラジオネーム昔前川もどき今がんもどき、えー、71歳の男性の方です私は聴覚と点字ブロックを頼る視聴覚視覚障害者です私の最寄り駅では駅長さんの配慮で駅員さんまでもが私が通ると 何かお手伝いしましょうかと何よりも嬉しい一言をかけてくださいます、うんえー、周りの方が声をかけてくれるといつも優しく見守られているような安心感に包まれます、うん、私たち視覚障害者は外に出ると多くの危険に遭遇します、うん、もちろん不便不自由はありますが決して不幸ではありません、うん なぜなら優しい声がけが待っているから、うん、いや優しい女が仲がいい本当だね、うん、こんなことがねもう当たり前でね、うん、進んでいくようなが、ね、待ち遠しいね、うん、はい続いて私から紹介します茨城県日立大田市ラジオネームピンクの糸電は39歳男性の方です、うん 先日コンビニでタバコを2箱購入したのですが店員さんがちまで打ち間違えたようで1箱分の値段になりました黙ってればわかる前得したぜと思いましたが見ると店員さんの胸には研修中の札がついています両親が痛み正直に打ち間違えていることを伝えました。 言わなきゃよかったかな損したなと思ったなどと思っていると店員さんは本当に助かった時に出るような心のこもった声でありがとうございますと言われましたその言葉を聞いて本当に伝えてよかったたなと思いました自分が恥ずかしくなり世の中損得じゃないと気づか,気づか,さ,気づかされた出来事でした、はい えーとこれはですね <coughs>、えー、前か前の日にこれ読みませんでしたか、<ん>読みましたよ、あのま、まあ、係の担当の方がこれを上げてくれたんだろうけども、<ん>えー、多分重複してます。まはい いずれにしてもいいお便りなんでコンビニではさ、やっぱりすっごい、私もコンビニでバイトしてたことがあって、すっごい大きいなお客とかいるのよ、なんていうの、口の利き方とか悪かったりとかさ、そこまでのサービスのお金もらってないのにさ、だから、そういう人とセットだと思うから、ちゃんと物とか受け取るとき、どうもありがとうございますって必ず言うようにしてるんですよ。 そうねもちろんねもうなんかこうちょっとここでは欧兵な態度みたいなここではちょそういう人間としかもさその外国の方が多かったりするじゃないだから余にそういう欧兵な人とセットで私は超いい態度を取ろうと思って「どうもありがとうございます」とか心がけてね。 えー、ちょっとねかぶってますねこした、はい、お聞きいただいているのは「シュガーベイブでいつも通り」ザ「ザゴールデンヒストリー」毎週金曜日は「あなたのヒストリー」と題してリスナーの皆さんのメッセージを紹介しています。 このコーナーでご紹介させていただいた方にはゴールデンラジオオリジナルボールペンをプレゼントしますメッセージお待ちしています文化放送大竹まことゴールデンラジオ大人の常識クイズのお時間ですラジオを聞きのあなたもよろしかったら一緒にお考えになってください今月開催されたミスユニバース世界大会で タイ出出身の出場者がが着用したドレスに注目が集ままっていますその出場者はスラム街出身で両親がゴミ収集に関わる仕事をしていたことからあるゴミを材料にしたきらびやかなドレスを着用しましたドレスの材料になったあるゴミとは何でしょうか正解はこの曲の後で文化放送プラスチューン近畿キ,キ,キッズ ザ・ストーリー・オブ・アスピンキキッズザ・ストーリー・オブ・アスでした今日の大人の常識クイズ問題のおさらいです今月開催されたミス・ユニバース世界大会でタイ出身の出場者が着用したドレスに注目が集まっていますその出場者はスラム街出身で両親がゴミ収集に関わる仕事をしていたことから ある、ゴミを材料にした、きらびやかなドレスを着用したんです。このドレスの材料になった、ある、ゴミとは、何でしょうか。きらびやかなドレス、はい。はい、どうぞ。うん、レジ袋。うん、レジ袋。うん、レジ袋。まあ、でも、まあね、今の世の中のこと全体から、考えると。<laughs> はい やっぱプラスチックとかペットボトルとか、はいまあそういうの主流のことになるんじゃないのかね。うん、あとは余った新聞紙、新聞紙、まあ。あとは何？何だろう。のまあ、魚の皮。魚の皮。集めるのは難しいな。ミカ。<laughs> なんだろうね。何？プラスチックレジ袋。そうですそうですそうです。です何？ リサイクルできるもんできるもんじゃなくるできるものとボトルも近いんですけど,けどリサイクルできるのは、はい、なんだ携帯電話の中身とかあもっと日常に溢れているんですねもっとかルジブランボールンボールも溢れてますけどもっとキラキラしてるもっとキラキラしてる。はい してる日常の中で日常の一で日常にはキラキラしてるものあれあれあれ私の日常の中にもあまりキラキラしたものはもうありません室井さんも大竹さんも多分普通にティッシュ特に室井さんは晩酌かなんかでこう開けたりするビールの缶缶缶の缶のフルトップ正解ですうん 缶のプルタブー。うんうん ミススユニバース世界大会に出場した、ここに写真があるんですけど、タイ出身のアンナースアン・ガーム・イアムさんは、使用済みの空き缶のプルタブで作られたドレスを着用。かっこいい,いこの人がすごく綺麗お尻が大きくて、えーうん、ウエストが細くて、うん、この方のお父さんはゴミ収集作業員で、うん、お母さんは清掃員、うんうん、スアン・ガーム・イアムさんは子どもの頃から。 ゴミやリサイクル品の山の中で暮らしていたと語っています、うん、その後スラム街は危険ということで、うん、お寺に預けられて成長したんだそうです調和し長い、えー、私このくらい肉がついてる感じの人 女性が好き、はい、いやそうじゃなくてドレスだっつって,ってたいそうなんだけど <laughs> やっぱり綺麗だからゃう,うん、素敵な方ですよね,ね、うん、そしてこの缶のプルタブのドレスがまた素晴らしい、うん、はい、美しいですね、はい、ということでイイさん正解です缶のプルタブでしたこの後は大竹メインディッシュ経済学者渡辺勤さんの登場です ではポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ。本日のお客様は現在講談社現代新書から世界インフレの謎が発売中、経済学者の渡辺努さんです。はいよ、えー。ようこそいらっしゃいましはい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします、えー。今回は世界インフレの謎、そして日本だけが直面する危機とは。 というご本をお書きになりました。えー、ご本の中は室井が読んでね、そういうことだったのかと、<laughs> はい、結構感心する内容で、踏を落ちるところがたくさんあると申しております。えー、ご本を紹介する前に一つだけ、はいえー、お,お伺いしたいと思います。はいはい えと今、日本では、まあ、テレビとかユーチューブでもそうですが、うん、MMT という理論がございまして、お金は日本は大丈夫だと、自己、はい、通貨だと、いくら使っても大丈夫なんだ、はい、っていう理論がございますけど、はい、今日はあは渡辺さんは経済学者でいらっしゃるんで、ここのところを渡辺さんのご意見を,を伺いたいと思っておるんですが、いかがですか私はあの普段はあの、うん、東,東大のキャンパスの中に閉じこもって、研究している、はい、研究者 なので、一応、メインストリームといいますか、主流の研究、経済学の研究者なんですが、そういう人間から見ますと、MMT っていうのは少し違うものかなと、例えば授業で教えるかって言われると、ちょっと教えるようなものではないなというふうに思いますなので、例えば、いくらお金使っても大丈夫ですよとかって言われると、それはやっぱり違うんじゃないかと、やっぱりどっかでお金は返さなきゃいけませんので、あるいは国債が今、日本はかなり積み上がってますけれども。 で昨日もいろんなことで、日銀の決定で大騒ぎしてましたけれども、それもこれもやっぱり、MMT 的なことではなくて、やっぱり借りた金は返さなきゃいけないっていう常識的なところが支配してるから、昨日のような大騒ぎが起きるわけですので、ですので、非常に個人で考えても、借りた金を返さなきゃいけないって、その健全な常識が国にも当てはまってるんだということを前提に、物事を理解していただくといいんじゃないかなと私、あれは、私が理解してるのは、 例えばその政治家とかがこういうことをしたいって結構いいことを、を、はいうん、社会福祉とかそっちのことにお金をこういうふうにしたい、こういうふうにしたいって言った時、うん、財源どうするんだって突っ込まれたらあそこに逃げるためのものとしか思ってないんですけど <laughs> まあそれはどう,そうかどうかは分からないですけれど <laughs> 私にはでも先生から言わせたら、うんはい、幽霊いるの っていうううふに言われるよなもんでしょそうですね、例えば幽霊いるのとか、例えばなんですかね、コロナが流行りました、このお茶聞きますよとかって言われて、じゃあ、本当にそれは学問的に正しいですかって言われて、ですねちょっとなんとも普通、例えばワクチンの専門家の方って言いようがないじゃないですか、と同じぐらいの感じで、私から見ると、MMT ってどうですかって聞かれても、ちょっと幽霊とかお茶の話されて困りますねっていうのが正直なところです。はい あのもう一つ聞くと、なんかその理論の中に、にまあ、日本が成長を続けて、2%,、はい、2以上の成長を続けていれば、あの理論も大丈夫だ っていうう意見もあるんでですすけどどこれはなるほど、MMT の中でもいろんなお立場のことあると思うんですけれども、その中で確かにこの部分は、まっとうな部分なのかなと、私たちの枠組みの中でもそれは捉えることができるかなっていう部分はあるかなと思います、それ一つは、今おっしゃってたような、何らかの意味での成長がずっと続く、持続的に続くっていうのがあれば、いろんな物事が変わってくるだろうと思いますけれども。成長しててるんだっったらねあも もうやっぱりどうしても減っていきますので、うんはい、それからい技術の進歩なんて、もなかなか日本は得意な方では、ちょっと今,、うん、今の時代はありませんので、うんはい、そうすると、うん、そ,のそうやってなあの長い間にわたって、一定の成長率で本当にいけるのかっていうところについて、うんうんね、やっぱり、疑問がつくと思いますね。成、うんうんうん、産業があまりないから国もあの民も民揃ってあの 観光需要イン,インバウンドの方に大きく今傾いている状態ですよねもちろんそういう産業をちゃんと作らなきゃいけないっていうのは別途の話としてありますのでそれはそれはそっちで頑張った方がいいと思いますけれども、はい、なるほどはいよくわかりました <laughs>、えー、はい、えー、今回のご本ですけども、えー、世界インフレの謎というふうになんかこうインフレはこう先生は今ロシアがウクライナを 無謀に攻めて、その原因もあって、小麦とか、えー、原油が上がっているというふうにちまたで言われておりますけども、はい、まあそれだけじゃないと、それ以前にももうちょっと、はい。 問題があったとといいうふうふにあのお考えだて文化放送が何て言ってるか知らないですけれども、はいはい、メディアはもう大部分のところが、これ、戦争なんだと、はい、だから悪いことが起きちゃって、それがインフレって形になってる <laughs>、うん、このストーリーで、全て説明しきってると思うんですけれども、はいはい、実は戦争は去年の2020年の2月ぐらいに、まあ、あのロシアが入っていったわけですけれども、インフレ自体は、まあ、日本はあのもうちょっと遅れてるんですけどあの欧米のインフレっていうのは、21年の春にはもう始まっていましたので、1年ぐらい前から 実はもういろいろ起きてたわけなんですね。なのであのであ ロシア侵攻が、ロシアのウクライナ侵攻があることによって、それでさらにまたインフレが加速したという面はもちろんありますけれども、うんうん、そこに結びつけて、今、私たちの暮らしが苦しくなってきてるのも、あの戦争のことだって言われても、絶対違いますよね、じわじわ、だからそうに結びつけてる人、いるよねわ<る>かりやすいですよね、プーチンが変なことしてるから、戦争が起きちゃって、それがインフレになってると、みんなあいつが悪いんだ、なかなか単純ですけれども、そうじゃない。 もしそうだとすれば、だから和平交渉とかうまくいって、戦争が終われば、インフレも終わりました、でよかったですねということになるわけですけれども、たぶんそうではなくって、仮に和平交渉うまくいって、戦争終わっても、インフレ残る確率は非常に高いわけそうなってくると、その前の何かに原因があるって。 そこがこの本の考えたことなんですけれども、私の結論は、要はパンデミック、このコロナに絡むものが原因なんだというふうに書いてるわけなんですけれども、ただ、同時にパンデミックそのもの結構終わりに入ってきてるわけじゃないですか、マスクもしてない、日本じゃちょっと慎重ですけれども、海外だとそうじゃないわけですので、なんで終わり頃になって、のこのこインフレが来るんだっていうのも、またちょっと不思議な気がしますけれども、それを私は。 の後遺症があるんだと、うん、医学的な意味ではなくてですねめっちゃこれ納得しました、はい、少しずつ自分で <laughs> 我慢ししてるることがががみんなな少大きく本当にその通りだと思いました普段飲んでる酒、ちょっと乱高落とすようになって、別にこれでいいかって、そういうことですよね。やっぱりパンデミックきっかけに、いろんな私たちの行動って変化させたと思うんですけれども、特に欧米で一番顕著なのは、人が働かなくなっちゃいましたと、ちょっとなんかそういうふうに言うと、物騒な話なんですけれども、やっぱり混雑、 する中にこう出かけていって、あるいは職場や工場でも結構密な環境で働くっていうのは嫌だっていうふうに思う人が増えてきちゃってるわけですね、そうするとその、まあ、特にシニアな方なんかだと、アメリカなんかはまあ定年はないですから、普通は好きなだけ働けるわけですけれども、それでもまあちょっと5年でリタイアしましょうかっていう人が出てきてしまってる、でそれで実はアメリカ全土でいうと、500万人ぐらいそ余分に働かない人っていうのが出てきちゃってるんですね。 暮らしぶりを見直して贅沢やめようって人ですよね、はいはい、そうですね、はい、あのまあ コロナの最中はアメリカだってやっぱり家にこもって、あるいはそのリモートで仕事をするみたいなことをやってきたんで、そうすると、まあ、そうやって、ね、ゆ,ゆっくりするのもなかなかいいなと、あるいは家族と過ごすなり、えー、と周りの近所の人とこう一緒に過ごすなりっていうのもなかなかいいなというふうに、まあ、そこで気がついてしまったので、ま,あ、またこうコロナ終わったからっつって、今までと同じように通勤するかって言われたら、ちょっとあれ、嫌だなっていうふうに思う人が出てきてるってことですよね。そそれとか人人がが働かないのでそうすると人が 働き手がいないので、物が十分作れません、だからインフレですと、これが一つの理あれですよね、リモートになって、リモートになると、オフィス街っていうのがあちこちにあったのが、リモートすればできちゃうから、会社いられんじゃないかと、なんか会社に行く必要ないと、まずそういうところはね。そうすると 空き,いや空き家空き家というか、空き,<ル>空きビルが増えていくどこって言いたくないけど、うん、結構あるよ、そのガラガラになってると。一方、あの親父たちどうしてるかってうと、うん、今まで銀座ですごい金たくさん使ってたんだけど、うん、コロナで行かなくなった後あ銀座 銀なん何で言ってたんだ、い<や>俺って今、馬ババになったこともあるけど、<laughs> 今、昔みたいに働こうと思ったって、あんな働きっぷりできなかったっででしかも行く方からしてみても、すごい高い金を落としてたの普通だったんだけど、んなんであそこであんなに金使ってたんだろうとかって、そう,そういうのもあるし、知らないうちに。まあ あの室井が自分の酒のランクを落としたみたいに、うん、自分たちでほんのちょっとずつ、うんまあ、節約すると、うんで、しかも世の中は、このなんていうの、サービスっていうことがあったんだけど、うん、サービスも今もなんていうの、アマゾンとかいろんなのがあって、うん、途中がなくなっちゃったから、うん、さサービスがいらなくなって、もの、うん、だけがうちに届くっていう、もの、うん、だけの方にそうするとに。 必要なものって考えちゃうから、みんなお金使わないですよね、その割に福袋が売れてるのが分かんないんだまあれはね、夢を買うんだそういうことが、そういうみんなの私たちやってる変化っていうのが、これ、世界中で起きてるわけですよ、これがすごいところで、普通、人間の行動の変化っていうのは、日本人はちょっとこういうことしましたったら、アメリカ人は全然違うことしたりとか、みんなそれぞれ違うことをするわけですけれども、今回に限って言うと、みんな同じ行動してる。 のポイントで私、動機って言ってるんですけども、も、はい、動機しちゃってる行動、報道が、そうすると、うん、みんなが働かなくなるとかってことが起きるので、うん、それが非常に大きなそのインフレを生んじゃってるってことですね、はい、なるほど、でも日本はこうやって振り返ってみると、まあ、デフレだったわけですよね、はい、デフレの波がずっと、賃、ま、金、あ、も上がらずにですけど、はい、デフレの波が日本を襲ってたと。こ、はい、ここに来てこの、まあそのそ 物価が上が上り始めたと、はい、それはあのガソリンとか、ああいうような基本なものも、はい、食品も、ね、品もそれからガス代も電気代もっていうふうになるけど、うんはい、でも一方では、デフレですよね、はいうんで、デフレの状態でが続いてるわけですよね、はい、そこにインフレが入ってきてるって、これがね、 よよくわかんんないんです,すデフレの日本の状態の中に、インフレが入ってきて、カルビーがポテトチップの量を少なくしたと、でも、<laughs> これ、<laughs> それ、先生にきちんと解説してもらうけど、はいはい、去年、海外旅行行ったんだけど、うん、日本に慣れてると、あいたたたたたってなるよ。うん ちょっと食べて高いもん先生、これ、じゃあ、私も話したんですあのね、こういうことだと思う、大体もう20年ぐらいの話なんですけど、過去ね、ポロナの前、ずっと長いこと、20年間ぐらい、価格もそれから賃金も、日本は全然動かないち私、凍結って言ってるんですけども、もう凍りついたように動かないと、毎年前、このお菓子は同じ値段で繰り返すと、それから賃金も、私たちの賃金も全然上がらない毎年毎年同じだと。 あのデフレって言うと、なんかこう物価や賃金が落ちるように思いますけれども、うんうん、日本が起きたことはそういうことじゃなくて単にこ、うん、単にというか、価格や賃金が動かないと、うん、凍っちゃったってことが起きてたんですね、うん、20年ぐらいデフレというよりも。ね 動かなかった、動かなかった、給与が20年上がんなかった本当、証明しようか、いやいや、ちょっと待って、まだ理論が途中だから、そういう状態ですそれからそのこと自体、別にだから、例えば労働者としても、賃金上がらないけれども、価格も上がってないわけですから、別に賃金上がなくても、なんとかやっていけるという状況だったので、だから平和だったわけですけれども、そこにさっき大竹さんがおっしゃってた、外から価格、 高いのがわっと入ってきましたっていうのは去年起きたんですね、何が起きるかっていうと、今までの賃金も価格も凍結してるってやつとは違う一室のやつが入ってきてるわけですから、その一方で、しかしまだ賃金は凍結状態ですので、これ、どうやって生きていくんだと、高いものが入ってきてるわけだから、ここで今、大騒ぎが起きてるわけですよ、そうすると次、起きるべき、本当に起きるべきことっていうのは、物価が上がってきちゃってるわけですから、外からの影響によって、そうすると賃金を今度上げなきゃいけないと。 そうしないと日本人の生活が成り立たないっていう、なので物価から始まって、次は賃金と、私がだから願っているのは、そうやっていけば、もともと価格と賃金が凍結してたやつが、ですね両方回答されるんじゃないかということを願っておりまして、賃金を上げろって言ってもいいと思うんですよ、だって働き手少ないところって、うんと働き手少なくて困ってるわけだから。いやいやいや、そうなんだけど、新聞にもあるように、日本の7割は中小企業で、7割の中小企業は、 まあ賃金は上げられないってもう、ね、もう公言してるわけだからね、先生の話の証拠として、私がすごいこと言うね、うん、私だからもう物書きになって27年でしょ、うんうん、原稿料考えてみたら、一回も上がってないもん。<laughs> うん <で>うん、逆に新しい仕事すると安いくらいだから先生も給料が10年上がってない <laughs> <laughs> 別に自慢す,るわけないですけど先生、それで上げてっていうふうに言ったら、はい、今、ただでもそういう仕事したいって人とかが出てきてるから。 コスト安くやりますよっていう人が業界なんでしたら私、首切られるんじゃさっき、森上さん、さっき海外にった時に、ものが高いとおっしゃってましたけれども、賃金も実は海外はこんな高いんですね、日本と比べると。僕らの職業もそうでして、東大で教えてますと、例えば同じぐらいの研究をして、スタンフォードで教えてますと、給料こんな違う、そんなに違うんです そうすると何が起きるかっていうと、やっぱり東大のいい先生たちって、海外行くじゃないですか、逆にじゃあ、スタンフォードでいいやつをちょっと引っこ抜こうとかっていったって、とてもじゃないけど、来ないじゃないですか。 <laughs> 今までの給料の4分の1ですけど、日本に来ませんかって <laughs> もう超みんなでウェルカムって、ニコニコしててどんだけ日本、<laughs> それも,これもだから、ずっととにかく賃金が凍結されてきたってことが、もうすべての原因なんですね、なんで、だから、どっかで回答しなきゃいけないっていうふうに私、ずっと思ってましたので、それが今、回答のチャンスが来てるんじゃないかと。でも、日銀は一生懸命それな、なんていうの、量的緩和をやって、そこを直そう直そうと、はい。 してきて、してきたんだけど。 ダメだったそうですねああの、それはだから、亡くなられた安倍総理の時,の時からの日銀がそういうことを始めたわけですけれども、はい、結局、10年間やってみて、うん、まあ分かったことってやっぱりなかなかそれ直んないなと、うん、要は人力で、人間の力で政策として直そうとしたんですけど、直、うん、んなかったなと、だけど、まあ、今起きてるこのインフレっていうのは、実は人力じゃなくて、ウイルスが作ってるわけですよね、うんはい、さっきの私の説が正しいとすれば、そうするとウイルスが起こした、まあ、外政的なインフレではありますけれども、うん、それをきっかけに価格が動き始めてる。 でそれをうまくてこにして、賃金が上がり始めてるっていうのは今の日本だと思うんですね、うん、なんで、まあはい、外圧頼みで、しかも相手がウイルス頼みっていうのはちょっと情けないですけれども、でも、パワフルなのは間違いないので、うん、その力に頼って、うん、の両方の凍結状態っていうのを直す、今、いいチャンスだと私は,は思っていて、うん。最低賃金をちゃんと上げるべきだとかっていうところを、はい、例えばそ,のそういう政治家とか応援した方がいいとか。はい そういううことそです、例えば今、ちょうど春闘やってますけれども、これは3月ぐらいに結果、一旦出ますけれども、その後はまた最低賃金の話っていうのが、6月ぐらいまでかけて行われますと、要はそういう賃金絡みの話っていうのは目白押しなわけですので、こういう時こそしっかり声を上げていって、ちゃんと例えば最低賃金上げるっていう政治家はみんなで評価していくとか、そういううことをやるべきなんですよねそだね、そこじゃないと、私が直接言ったら、私の首が切られそうだもんそうですね。 結構上げてなこれ、なかなか自分の,あの経営者には言えないわけどでも、それはそうだけどこう、ずっと日本がやろうとしてきたことができなくて、はいで、物価の方は片方で上がるものはインフレになっていくという中で、はいはい、給料を同一労働、同一賃金とか、はい、いろんなこと言ってるけど。 上がんないじゃないですか、はい、今、先生は上げていかなくちゃいけないっておっしゃったけど、これ、資本主義の,なんていうの流れの中でいくと、はい、やっぱりもう、どんどん格差が広がっていく、まあこれ、しょうがない一面が。 ありますよね資本主義には私はそんなにそこは悲観的ではなくて、例えばおっしゃってた中小企業ってやつですね、大企業はユニクロなんか賃金上げますので、余裕があるとかはそれできるわけですけども、中小企業は難しいとおっしゃる通りだと思います、じゃあ、中小企業は賃上げがもう未来をできないかって言われると、私はそんなことないと思っていて、どうやるかっていうと、じゃあ、中小企業賃上げしたとしましょうと、人件費が上がりますから、経営者そのままだと困っちゃうわけですよね。ぜひそのの人件費上昇

例えばラーメン屋さんだと、中華料理さんとしましょうと、そこで働いてる方々の賃金は上げないと、だったら厚あの厨房で暑いとろで働いてるわけですので、うん、そういう人はじあのちゃんと雇い続けるためにも、うん、え賃上げなきゃいけないと。うん、そっか、賃金が上がれば、ちょっと物が高くても買えるってことか。とかはい、かみんなの賃金はそうやって、中小企業のおつの方も賃金上がっていくと、うん、だけどその、中華料理の,の価格も上がっていく。うん、こういうういいい両方が上が上っっていくってく それは作れるはずなので、うんうん、それができれば中小企業といえども、うん、えっと賃上げもできるすごい技術を持った中小企業だとか、はい、独立系の中小企業とかはそうであ,あ,あってほしいなと思いますが、うんはい、多くの中小企業は大企業の下請けで、はい、大企業に絞られたら、はい、もう,こう、はい、ね。 今絞られたら、もうその大きいまあ特に自動車関係とかっていうのは、そういうもう、経ですが出来上がっちゃってると、はい、その中で賃金上げるっていうのは、やっぱりよっぽどなんかこう大企業の方が努力しない限りり、中小企業はもうお宅の仕事受けません、ね、安くてなんてことは言えないわけでしょう。はいはい そこはどうしますそそこはそこははだから、私たちみたいなその普通の生活者が、その大企業の商品を買うわけですけれども、その時にちゃんと見るってことですよね、そ,そ,の,その商品の価格がえっと結局はその下請け企業の低い賃金に支えられてるのであれば、それはやっぱり人道的にもおかしいじゃないですか。そうですねだったらその、その大企業の商品は買わないとかですね。い そこは、実はだから大事なポイントは、やっぱり日本の中で働く人と、それから消費する人とは助け合わなきゃいけないっていう、この感覚を持てるかどうかと思い先生一個私、考えつきました、その先生が言ってることは、超いいんですよ、きちんと回れば、回り出せば、誰も傷つかないし。 私そしたら、その回るまでっていうのは、中小企業っていうのは、もう税金で刺さるしかないと思いまおっ、はいはい、しゃる回り始めればそれが当たり前になってきますから、もうぐるぐる回るんですよ、はいうん、おっしゃるように最初のところのこのジャンプスタートって言いますかね、はい、それが難しいわけですよね大企業っていうのは、すごいその税のこととか優遇されたりとか、案外、ちゃんとやってるんですよ、でも中小企業にそれってされてないから、はいはい、私は中小企業にこそするしたら、先生の言ってる、その、 理想のサイクルが回りだすんじゃないでしょうか、はい、私もあの実はその政治家の先生方に申し上げてるのは、うん、中小企業に特にその。うんあの 賃金を上げる中小企業に対して、しっかりその分をこうサポートするということをやるべきだというふうに申し上げてて、今、物価対策っていうのをまあ政府やってますけれども、電力のところでえと補助金を入れて、上がらないようにしたりとか、ガソリンとかってやってますけど、もちろんそれも大事なんですが、今、そこに何,十何兆円ってお金がつぎ込まれちゃってるわけですね、明らかにやり過ぎなわけですよ。だったららそそれをを半分でもいいからそれをその中小企業の,あの賃金を上げるところに対してちゃんと 金出していくというふうにやっていくと、賃金上げるとかは普通だなと、うん、まあそれはそのもろ差しに対する賃金が上がるのは普通だなというふうにこれはその通りだと思う、うん、ただね、うん、さっきの話、も企業の話をちょっとするとね、例えばユニクロみたいなのはね、うん、日本だけで生産してるわけじゃないからね。うんうん 展開がグローバルで、よその国上げてんのに、うん、日本の給料上げないのおかしいんじゃないのっていう話もあって、うん、上がってったりするわけで、うん、一つに、例えばこのガーハみたいな、グローバル系が、はい 世界を設計してるわけですよね、はい、それと小さな日本の企業が、うどうここ折り合いをつけていけばいいんですか、それとも、そのなんていうの、かみたいなものは日本ではできるんですか、はいうん、どっちなんですか。うん ガーファののようなもいや、だから今のやり方でいくと、グローバルのものに対抗できないんじゃないかって僕は思ってるただ、そのグローバルなものは日本は作れるのかどうかっていう問題と、それから作れなかったらどうするんだって問題なかなかすごくイノベーティブな企業を日本に作る、しかも雇用吸収力もあるのを作るっていうのは難しいんですけれども、でもユニクロとかそういうところっていうのは、地道にすることはできてるわけですよね。そこが申し上げたように をちゃんとグローバルの意味を上げようとしてるわけですので、私はだからそこはあの足を引っ張るのではなくて、ですねできるところはどんどんそうやって上げてもらうと、中小企業はなかなかそ,のそうはできないんですけれども、でもやっぱりそこになんとか及ぶように努力をしていただくと、それから必要であれば、そうやってその政府がそこサポートしていくと、だから高め合うような努力っていうのをやっぱりお互いにすべきなんじゃないですかねあとは、私、これもなんていうの、みんなで意識し合うっていうか、金持ち ちょっと小金が持ってる人は、例えば外国産と日本産と価格がちょっと違って、日本産の方が高くても、日本の,<ー>その生産者を支えるために。 お金に、ね、余裕がある人は、そういうのを買うとか、だからさっき言ったことを言えば、ど、うんな企業、どんなものを作ってるのか、ちゃんと見抜けと、はい、それも必要だと、うんえー、それから賃金の上がらないことにちょっとな慣れすぎてるんじゃないか、はい、日本人はここもちゃんとしなきゃいけない。 お前、先生の意見を最後、国家みじんにお前するような、若い人はね、そうなんですよ、やっぱりどうしても生まれてこの方、ずっとデフレっぽく生きてましたから、私の学生なんかそうで、インフレの話なんかしたら、誰も実感を持ってわからないわけですよ、だけど、たぶん武田も私も、それから村井さんもそうですけど、もやっぱりインフレのことを多少は知ってる世代なので、そこはちゃんと若い人たちにそういうことを伝えていかなきゃいけない義務があると思うんですよね。私 だから戦争を知らない子どもたちだったじゃないですか、今の子どもたちってインフレを知らない子どもたちなんで、すなので、ちゃんとのインフレは別に悪いことばっかじゃなくって、昔は例えば賃金もちゃんと上がりましたって、こういうことを伝承していく義務があると思うんです今の20代にバブル期のこと話すと嘘だってあるからね。 講談社現代新書から発売中そして講談社選書、うん、メチエから発売の著書物価とは何かも大きな話題となっていますぜひ合わせてお読みください大竹メインディッシュ本日のゲストは渡辺勤さんでしたあり,ありがとうございました楽しかったです はい時計の針は3時を回りました大竹まことゴールデンラジオをお送りしています今日のパートナーは村井ゆずです文化放送大竹まことゴールデンラジオ今日のメッセージテーマは今はもうなくなってしまったあれです、うんえー、バイシクルそば屋さんは西東京市の52歳の男性です、うん、私が小学生くらいの頃おでんの屋台を引いたおじさんが町内を巡っていましたえー、本当本当 どうだよ食べてみたい、うん、美味しかったよ、うん、腹ペコの私たちはたまらなく魅力的な香りでリアカーにつけられたベルの音が近づいてくると路上の三角ベースの手を止めて後をついていったりしていました、うん、もちろんリアカーを押すなどのお手伝いをすれば、うん、一口いただけるのではという子供ながらの計算があったんですが、うん、めったにかないませんでしたねコンビニでおでおんが扱われるようになって 珍しいものでなくなると、えー、リアカーいつしかリアカーを飛おじさん見かけなくなりました。うん、明日のジョーの漫画に出てくるもんね、でうん、おでんの屋台とかあ。でもあれだよね、俺たちもちっちゃい頃はすごいタフだったんだね。うん、なんかあのデオドラントからほど遠いね。うん、全然ほど遠いよ。めちゃくちゃ遠い。あのおでんでも全然腹壊さなかったからな。膝小僧はカチンでよかったしね。うん、そうですよね。うん、はい。 それからこちらはですね綿貫さん、33歳の男性の方子どもの頃実家で使っていた食卓に置いたご飯に虫がつかないように防止する折りたたみのカバーは、うん、はい、はい、はい、今はもう見ませんよね母が晩ご飯をどんどんテーブルに置き父が仕事から帰ってくるのを待っている間に使っていました。うんうんはい、ラップがあああるかからでてくなったのあのねねねれはねハエとか避けてたの、ねはい、でも ハエがあんまりいなくなってるんだよね。ハエトリガミもないですもんねハエトリガミありましたよねそれもなく。だからどういうわけかやっぱハエがいなくなってるんだよ都心部はね分かんないけどそれもあってあれ使わなくあとあれだな部屋の構造が外からハエが入ってくるような構造になって網戸もあるしそれもあるねそうですねはい それかららこちらはラジオネームおっさん千葉県在住の54歳の男性です、うん、30年以上前のことですがスキーブームの頃千葉県の船橋にはスキードームザウスという人工スキー場がありました津田沼駅のそばにはスキーイング津田沼という人工スキー場がザウスは今は家具を販売するお店になってスキーイング津田沼は、えー、イオン津田沼店になっています どちらの人工スキー場も短命に終わってしまいましたが、うん、あの頃のスキーブームとは一体何だったのだろうか,かユーミンの歌が流行っていた頃、そうそうね内場に行かなくても街中にいてもちょっとスキーでも行こうかというノリで手ぶらでスキーに簡単に行くことができました。 私たちの時代そうだったんですよスキーウェアに6万も7万もかけてたんですそうだよすごい気合い入りましたね今鈴木さんもだって原泉代さんのね私をスキーに連れてっての時代ですよねすぐそうスキー場ちょっと女の人綺麗に見えるしななな。んか男だってよく見えんだよねそうなんだすいませんでしたそれからこちら松戸の文壇さんはですね42歳の男性です 最近、妻が小学生の子供によく言うのですが赤ちゃんや小さい頃の腕や足のプニプニ感がまた戻らないかなとまだまだ先ですが、うん、孫まで我慢してくださいと私は思います。うん、あのののハムみたいいな感じのすごい好き、うん、手首とかもプ、うん、プニプニで。あとね、ね。子供の、ね あのつむじの匂い家具の好きなお日様の匂いみたいな<ー><ー>ちょっとこう汗の匂いっていね <laughs> うん、うん、いいですよね、うん、はいえまだまだメッセージお待ちしていますこの後は大竹紳士講説録経済学者金子正さんの登場です大竹紳士講説録毎週金曜日は経済学者の金子正さんですはいどうも、うん、こんにちはこんにちは えね今日はね、うんはい、無責任の、あ違う、異次元の無責任とか、あるいは異次元の嘘つきとか、<laughs> そういうテーマですね、1月18日取り上げるのは、黒田日銀総裁の記者会見と、うんはい、それから東京電力の経営陣の強制起訴の。 あの裁判の無罪判決、そうでね、これが異次元の,、うん、次元の無責任、うん、っていう内容ですね、うん、異次元の無責任ってこの世にあってはないいけない無責任ってことだって、黒田さんの記者会見を垂れ流してるメディアが、僕ちょっとびっくりしたかな、うんはい、NHK なんかもそうだったけどだってほとんど。 なんだろう目いっぱい自己正当化して、うん、でもう早くやめるから、うん、それまではもうずっと逃げ切りを許してくれって言ってるがばかりばかりでしょう、今の政策を続ける続けると、うん、でそれを大本営みたいに垂れ流すのはどうなのかなって、もう一つ一つね、理屈、うん、がひどかったんで、うんうん、一つは、あの、 22年というか、ど、うん、の物価見通しを3%に引き上げて、うん、だけど実際には4%じゃないですか、うん、で24年が1.8%に落ちるんだと、うん、いうんで、金融緩和を続けるんだっていう理屈になってるんだけど、問題は日銀が機動的に金利を上げたり下げたりできなくなってるっていうことじゃないですか。うん、はい 22年度で4%だったら上げればいいじゃそれで、あのー、なんだろう、それで下がってきたら、また金利下げればいいわけで、うん、それできないんですよ。うんうん なぜかって金利を上げたとたんに国債費は膨張しちゃうし、はい、え日銀が抱えてる国債が含み損が膨大になっちゃうしっていうね、はいうん、おまけに当座預,預金金利を上げられなければ、どんどん金利上昇圧力を加えちゃうっていう、うん、そういう当たり前のことが、何の問題もなかったんだって言ってるんですね。うんうん、でさっっきも話題になったけど賃金上昇が、うんうん 十分でないので、2%で安定的にならないんだって言ってるんだけど、じゃあ、金融緩和続ければ、賃金上昇があるかってったら、なかったわけじゃないですか、だから、言ってることが、言ってることが、しり滅裂で、あと2か月半で乗り、これでいいんだっていう、逃げ切るしか考えてない。 だけど、逃げ切れるのかどうなのかが問題な気がするんですね、うん、なぜかって言ったら、いくら国債を購入しても大丈夫だとか、うんうん、イールド株コントロールは持続可能だっていうんですけど、うん、最近の記事見てると、ブルームバーグなんかだと、うん、海外のファンドはみんなあの、日本国債はショート、売りなんですよ、うん、買うやつ1人もいない。 で日銀がもう買い占めてるから、玉がないんですよ、買う玉が、うん。だから日銀が大量に国債を金融機関に貸して、金融緩和やってるんですよ、変でしょ、それ、めちゃくちゃな状態になって、含み損を抱えても問題がないんだって言うんだけど、そのために国債売れなくなっちゃってるから、国債が薄商いになって、どんどん。 投資家が、うん、あの売り抜けちゃったら、それがすごい効果が持っちゃう簡単に言うと、金利を上げることも下げることもできずに、できずにどっちにも行けずに、この状態を維持していくしか手がないって言ってるんですか、うん、立ち往生の状態なんだけど、うんうん、売り圧力が強いから、うん、いずれイールドカーブは、うん、多分あの 外さざるを得なくなっちゃうんじゃないか、外すときに、うん、こんなに黒田さんが持ちこたえ続けちゃうと、うん、金利上昇のリスク、圧力がさ、うん、溜まり込んでくるわけであるとき、ドーンと国債が暴落しちゃうみたいな、うん、そういう可能性がある、うん、でな,なんで売り圧力が強いかっていうと、一部の報道であの、ブルーベイアセットマネジメントっていうね、ファンド、うん、まああの ヘッジバンドみたいのが、この12月20日からの日本国債のこの売りで、金利が上昇するところで、売りを猛烈に仕掛けた結果、年間の利益目標の半分を、要するに50%を達成しちゃったってうんです、つまり、この間の日銀がひたすら防戦をやっても、防戦しきれない状態で、 が売,売りをかければかけ替えるほど、儲かるってことなんです。うんうん、っていうことは、うん、これから1月末から2月の頭に FOMC があるでしょ、公開市場委員会、うん、アメリカのね、はいうん、それから3月半ばに日銀の金融政策決定会合と、うん、やっぱりアメリカの,あの中央銀行の公開市場委員会がお。 開かれるから、それがまた狙い目でわーっと売りをかけていくってもんだ、うんうん、そうするとまたよれよれになっちゃう、う,ん、うと、もう12月と1月の17日か18日までの間で、50日ぐらいで33兆円 あの国債買ってるって言うんですよ。三十三兆二日で買ってあ二ヶ月で買っちゃったら、うんうん、このままあ六六六倍すると二百兆円ですよ。二百、うん、兆円買い続けるなんて無理でしょ無理でしょうんうん。だからもうどっかで。 壊れちゃうんじゃないかと壊れ、持ちこたえれば持ちこたえるほど、はい、壊れるときが激しくなる。壊れたらどなだけど、そのときには逃げ切って、うん、そのときは次の日銀総裁になっちゃえば、うん、俺の責任じゃないよって言いたいんだ、それが黒田さんの記者会見のそれは無理で。しょうじゃない,よいや僕も多分ね<は> 持つかなっていうのはちょっと心配壊れちゃった時ってどう具体的にど超インフレとかなんのいやいや国債が暴落暴落をして,してだから私たちの暮らしはどうなのいや予算が組めなくなって麻痺状態になって、うん、経済危機になるから下手すると円もバーッと暴落したりとかそういうことになって。 最悪の事態ですよ最悪の事態はそういうことも起きかねないと思うんですね、トラス政権の時はそうでしょう、急速に引き締めしなきゃいけないとか、そうすると景気が急速に悪化したりとか、いろんな大変動、円も国債の価格も、金利もね、もうすごく不安定、今。 えそうそうそう、そに、本当にエレベーターとかさ、止まって全然使わせてく、うん、みんな歩きで登んなきゃいけなかったりとか、本当にその通り、真っ暗になっちゃったりとか、だから最悪の事態を避けるために、黒田さんのああいう記者会見を垂れ流すメディアっていうのはいいのかなっていう。 きちんと問題を呼びかけて、こういう問題があるから解決しなきゃいけないって呼びかけないと、政府も野党も含めて、きちんと議論できなくなっちゃうじゃないですか、うん、そうするとあの、悪い状態が長引くと、リスクが、うん、あの溜まり込んで、マグマのように溜まり込んじゃうっていう、最悪のケースが起きやすくなるんで。うん、その先生ととかみたいな人と かできちんと話っていうのはなされなきゃいけないけど、その議論で先生たちとかね、<ー>専門家の議論から、私たちの暮らしにどう,いう結びつくのかっていうのが、もう一個あるべきですいやだから、すぐ分かりにくいので、のうん、起きた時はすごい生活が打撃が来るわけだけど、うん、その今、目先でそういうことが。 分かかにくいいじゃないですかうん、うん、そうすると、そういうことに対する危機感も、なかなか、室、ま、井、あ、さんがおっしゃるように、うん、普通の人が盛り上がらない、なんか、うん、なんか日銀はだめそうだなぐらいの感覚なんだ、先生が慌ててんな、みたいな、だけど、うんまあ、そういうことを言うと、うんまあ、原発関連の東電の経営陣の、うん、あの 異次元の無責任というかね、うん、あれもすごいなって、僕なんかね、うん、両方見てると、まるでこう戦時中で負けていて、作戦失敗の責任を取らないで、うん、メディアで大本営法法発表を繰り返して、国民に突っ込ませている、うん、そういうなんか、登、う、場、ん、否定期政権みたいな、そういう感じ。 今なんか頭の中でまとまったわいや、だって原発事故で、県内外の避難者って16万5000いたんですよ、いまだに3万人いるわけですよ、で直接の死者が1605人かな、それでいわゆる関連死っていうのが2331人。 これだけなくなってるのに、うん、経営陣が何も知りませんでしたとか予測できませんでしたって許されるの、うんうん、普通、交通事故でも、うん、起こした時に、交通の刑務所に入れられちゃうわけでしょ、うん、これはもう関連死だけで2331人ってすごすぎるよ、工場戦艦だって発表させ されてる本田あの人数だけでも236人なんで、まだたくさんいる可能性があって、うん、データ隠しとか、そういうのは当たり前になってる、うん、で東京電力は、ま、あの自己処理費用が10兆円から23兆円弱に膨らんでるわけでしょ、うん、でも実際潰れてるわけじゃないですか、潰れてるのに、そのまま放置して。 で責任誰も取らないのに、うん、柏崎狩場の原発を動かすっていうんだよ、ひ、はいうん、き逃げ犯が、うん、免停も食らわずに、うん、もう一回自動車運転をしますって同じじゃない、うん、こんな究極の,その、なんていうか、うん、無責任というか、異次元の無責任というか、な、うんだろうな、戦争中で、うん、もうメディアがどんどんひどくなってるから。 もう何でも作戦失敗しても、そのままでいいんだっていうようなね、うん、そういう話に非常に近い。でも、あれでしょう、こう裁判所がそういう判断を下したっていう。いやだから、裁判所が悪いんだ、うん、この間。もちろんあの、うん、大井の原発を飛ばした樋、うん、口さんとか、ああいう人はいるけど、うん、あの一部だけで。うん、例えば もともと言えば、2006年の12月22日に、安倍元首相が全電源喪失はありえませんっていう国会答弁を出したんですよ、でそれはなぜかっていうと、あの福島原発がもともと2000年のころにあの、GE の技術者が、事故トラブル隠しを告発したんですよ。でシュラウド っていう原,原子炉がひび割れが起きてたのを黙ってたわけ、はいうん、で、それで止まってたのを動かすときに、安倍さんがそういう答弁を書いたわけ、うんうん、で、これをネタにして、うんあの、2011年の6月18日にテレビ東京の週刊ニュースー報道っていうあの番組でね、うんうん、甘利明さんを招いて、当時、経済、うんうん 産業大臣だったから、この安倍答弁で追及をしたら、答弁拒否で逃げちゃったわけです、逃げちゃった椅子を取材で逃げたっていう、椅子をそのまま報道しちゃったわけ、そしたら、甘利さんがそれでスラップ訴訟を仕掛けて、続きっていう東京地裁の裁判長が、これをまり勝利の判決出しちゃったから。 メディアがもうビビっちゃって、全然政治家のこの、うん、なんていうの、報道みたいなことに口が出せなくなって、ななって福島原発事故の真の原因が安倍さんにあったっていうことを全部隠しちゃったわけです。 以外はね樋口さんは住宅メーカーよりも耐震基準が低いよとか、うん、そういうことを平気で言ってるのは彼ぐらいで、うんうん、他はあと一生懸命頑張ってるのは、地裁の,、うん、あの裁判所の一部の人が、うんあの、いわゆる賠償問題とか、避難の問題で解決してるけど、うん、で世界の流れから、多分遅れると思う。 ドイツとかオランダとかデンマークで、前も話したけど、昨年の3月8日に再生可能エネルギー法をドイツは決めて20、2030年、80%再生エネルギーで、2035年で100%、ところが日本のメディアは、このウクライナ問題でエネルギー不足になって、ドイツが原発を全部やめるっていうことを数ヶ月延期しますと。数ヶ月延期して もう原発再評価の動きがヨーロッパではうねりのように起きているみたいな報道になってるんだよ、うん、全く逆なのに、うん、だから再生エネルギーとかそういうのをこう怠けてきた結果、うん、あれ、化石燃料いらないからね、うん、値段がどどんどん落ちてるからだからいずれにしても、この裁判所の、ね、判断がね。 なんかちょっと、ちゃんと違うような気もするなと思うんだけどね、忖度なんですよそこ、だ民事では争ってるわけだよね、まだから、ちゃんとした判決出すやつは出世できないんですよ、<laughs> 同じようなことは、官僚でも、うん、あの公文書を平気で解散しちゃうようなやつが出世できるんですよ、うん、ちょっとね、異常な状態になってるっていうのが、異次元の無責任だと僕は思うんですけどね。と同時にそれを報道するメディアにも。そう 責任がもうすごくあると思う、うん、一生懸命ちゃんとやらないと立ち直れないと思うよ、うん、この国ははいありがとうございました、うん、金子勝さんでした大竹新志向有録来週月曜日はガンバレルーヤの登場ですお知らせの後は交通情報です ご祈願なら葛飾柴又帝釈天へ60日ごとの更新の日はご本尊様がご開帳されます京成線柴又駅から徒歩3分柴又大店皆様のご健康とご多幸をお祈りしております文化放送では視覚障害の方にご利用いただけるラジオの展示番組表を発行しています ご希望の方はお電話にてお申し込みください。無料でお届けいたします。お申し込み電話番号は。零三。五四零三。一一一一です。展示番組表を希望とお伝えください。山崎。大竹の。今日の一枚。山崎パンがお送りします。 はい、えー、神奈川県川崎市ラジオネームクセゲのアライグマさんですね、えー、結婚4年目諦めていましたが年末に妊娠していることが分かりました病院に行きましたが8週を過ぎても赤ちゃんの心拍が確認できないとのこと年明けに再度診察しましたが12週を過ぎても心拍が確認できないので「経流流産 かっこしてお腹の中でうまく育たず赤ちゃんが亡くなってしまうことかっこと,じると出てますがと診断されました手術をする予定でしたがそれより早く自宅で流産してしまいました激痛でしたがあっけなく体の中からいなくなってしまいました私はそこまで強く子供を望んでいたわけではなかったので 一般的な妊活中の方ほどのショックはありませんでもやはりどこか喪失感はあります今度はちゃんと育てられる若いお母さんのお腹に宿るよう祈り私たち夫婦は子供がいなくても楽しく過ごしていこうと決めました何も残らなかったけどそのことを忘れないように流産した日の夕食は うなぎを食べましためったに食べない大好きなうなぎなのでこの先うなぎを食べたら必ず思い出しますうん大変だったね,ねそうだねーだみ<な>うーん皆さんも日々思うこと伝えたい言葉、うん、未来へつながるメッセージをお寄せください宛先は郵便番号105-8000に 文化放送大竹誠ゴールデンラジオ大竹の今日の一枚の係までお願いしますメールファックスでも受け付けていますこのコーナーでご紹介させていただいた方には番組をオリジナルステッカープレゼントしますご意見お待ちしています山崎大竹の今日の一枚山崎パンがお送りしました ハリコノマコちゃん今日の当選者は宇都宮のキューピーちゃんです、うん、亡くなってしまったものドブロックさんの曜日でなんですが私の性欲ですと <laughs> いただきました五十七歳それはもう戻らないのかねいやわかんないですよね、うん、で私がコメントするともなんですけどね <laughs>、うん、性欲剤とか飲んだ方がいいんでしょうかって書いてありますけど、うん、はい どうですか鈴木さん、ちょっと私は困っちゃうけど、あと,、ね、えと、テーマとちょっと違うんですけど、うん、あの初めてメールしましたという方で、うん、あのなぜなら中学3年の娘が今日私立高校の試験で先ほど帰宅したんですが、うん、元気がないと。はい、はい 娘は室井さんの大ファンで帰宅後、うん、ラジコ・室井さんの声を聞いて今日初めてにっこり笑いました、うん、あたあ、よかった、室井さん、ありがとうございます大丈夫、うちの息子ももうアップダウンってあったし、うん、もうその時それしかないと思うけど、そんなことないから、それからずっといろいろいいことだったり、悪いことだったり、続くから、えー、その中の一個だもん、人生の中のの<お>、えー、の先輩の意見だね、はい、今、受験生の方ね、頑張ってらっしゃると思いますけども、うん、室井さんからの一言でした。 はいえー、それからスケスケパンチラインさんは今ではなくなってしまったもの、うん、数年前まで家にあった黒電話、うん、電話機本体にレースのカバーがかけてあって、うん、受話器にもカバーをかけて大事にしてましたうーんななくっっちゃったんですね,、うんまあ、ねドアのノブのカバーもちょっとおかしいなと思いながらねあれね回んないんだけどねえまた来週です